新しいエピソードへようこそ。ホットウィールのモンスタートラック大会会場、キャンプクラッシュへと続く道。今回トラックたちが戦うのはデモダービーの敗者置き場。結果はチャンピオンになるかスクラップになるか、どちらかです。ここは車を攻撃できる武器でいっぱい、勝ち残ることがキャンプクラッシュの条件です。立ちはだかる壁、高くそびえる罠、危険な落とし穴、そして忘れてはならない鉄球。任せろ、俺の縄張りだ。破壊と混乱、潰された車と潰された夢、キャンプクラッシュにふさわしいのはどのトラックか。勝負だ。ここは会場、キャンプクラッシュへと続く道。ホームグラウンドでのレースは有利で最高。俺の廃車置き場へようこそ。ノーイエーイ。よっしゃおい、せいぜい頑張って。さもないと大変だよ。そこにゴールがある限り、優勝はこのレースエースのものだ。レースはシンプルです。坂を下り、溝を飛び越え、反対側に着地。ただし鉄球に当たらずに。鉄球ってどういうこと？別に、反対側へ最初につけば優勝。ちょこっと飛び越えりゃいいのか。邪魔するやつはぶっ潰してやる。ホットウィールスタート。激しくぶつかり潰し合うトラックたち、必死にゴールを目指します。誰が優勝するのか分かりません。転がり落ちるビッグフットとファイブアラーム、しかしまだコース上に残っています。おっと、不意に鉄球が現れ、レースエースを一撃です。なんとレースエースがクラッシュカーの山にクラッシュしました。しかし鉄球はまだ止まりません。おい、どけ、邪魔だ。ボーンシェイカーはブロック塀を壊し、発射基地まで飛ばされました。しかしまたさらに混乱が。おい、危ない。うわ、デモダービーがタイヤの山を崩しました。どうして自分の廃車置き場でタイヤの山へ飛ばされなきゃいけないんだ。発射基地ではトラックたちがレースで勝ち抜くため、トレーニングに必死に励んでいます。しかし成果は分かりません。デモダービー、発射基地でパーティーしようぜ。行け、ビッグフットクラッシュだ。よっしゃ、見てろよ。勢いよく基地に突っ込んだビッグフット、クラッシュカーが飛んでます。ビッグフットはダッシュで坂を下るでしょう。いまいましい鉄球め、俺が粉々の鉄くずにしてやるからな。俺がやる、俺にやらせろ。ボーンシェイカーに襲いかかったメガレックス、トラックたちはエンジン全開で鉄球を倒そうとしています。おい、気をつけろメガレックス。俺にやらせろ、あの鉄球をめちゃくちゃに破壊してやる。潰してほえろ。こういうガラクタが飛んでくれば、鉄球の木もそっちにそれて食らいつくはず。ホットウィールスタート。潰してほえろ。メガレックスは瓦礫やタイヤを落として鉄球に攻撃させようとしました。地球にぶつかった小惑星のように強力な鉄球だ。メガレックスもガラクタも一撃です。モンスタートラックチームの得点はゼロ、鉄球の得点はいっぱいです。大丈夫、俺を怖がらないで、仲間だよ鉄球くん。解体用のボールに化けたタイガーシャーク、食物連鎖の頂点にいる割にはずるいです。果たして鉄球を騙せるのか。結果を見ましょう。見てろ鉄球、落ち着いていくぞ。おっと、通り道にメガレックスが残したガラクタが。ホットウィールスタート。いけいけいけ。ガラクタを激しく蹴散らして進むトラガラのボール。鉄球はどうやって俺の変装を見破ったんだ。わあ、
タイガーシャークに一撃が命中。発射基地のトレーニングはきつかった。鉄球に立ち向かうときはきっと役に立つ。タイガーシャークはどこへ行った？うぅ、ポップコーンだ。大変です。鉄球がデモダービーのダウンヒル大レースを潰しにかかりました。早口で言ってみる。誰が鉄球を潰せるのか、それともこのまま鉄球がレースを潰すのか、続きは次回ホットウィールのモンスタートラック大会会場キャンプクラッシュへと続く道。